sure. Let the girl went cheater. You were serious. Yeah, I know. Cry baby cheater. なんかありますか、言いたいことは。いや、自分の店なんですけど、ここでやるの初めて。初めて自分の店なのに。そう。なので、結構緊張しますね、この距離感は。ね、緊張するよね。なんか、近すぎて。普段あの照明とかでよく見えなかったりするんですけど、全体的にちょっと今まだ照明計画立ててるんですけど、全部が明るいので、なんかなしですね。目線をどこに行ってもみんなと目が合うみたいな。じゃあ、すいません、行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。どうも、ヘアメタルベイビーズです。今日デビューライブです。
題名のない音楽会みたいな。エクストリームのわざわざでした。次はね、ちょっと80年代ということでバービーボーイズをやろうかな。イエーイ。とあるハードロックの歌をバービーボーイズ形式で歌います。ちょっとそれは許してください。
漫談でも聞いてください。大した漫談も何もないですね。今回こうアコースティックでギター1本とかになると結構自分のその声の音程のあらだとか、あのバンドでは通常では音でかき消される部分がかなりこう顕著に出てくるので、その辺はまあそれなりにというか練習はしないと難しいなあというふうに痛感したところでございます。そうね。ソフトな声で。つまみを用意してますんで、よかったら食べてください。結構今回初めてのまあ、みんながみんなで初めての試みなので、まあ、なんだか言ってほぼ毎日のようにここに皆さんやってきては練習をしていたというような、かなり毎日何もしないのににぎわっていたようなお店であります。通常営業日は木金土だけなんですけどね、それ以外でも結構皆さんが出入りしてたような感じですね。今回はまた今回だけじゃなくて、まあ、次も続けれるように第2代第3代とやっていければなというふうには思ってます。拍手。イエーイ。続けたいよね。続けたいと思う。
続くかどうかは皆さんの明日の Facebook の書き込み次第です。よろしくお願いします。じゃあ次の曲で最後です。ありがとうございました。ありがとうございました。リハーサルするけ来てくださいねっつって麻雀に言っとったわけでしょ。リハーサルほぼしてない。ほぼできてないですね。それ本番でも麻雀としてそれがいいね。OK、ありがとうございました。ヘアメタルありがとうございました。次は、次のユニットは何だっけ。今から出る番微妙の2です。なんじゃそれ、微妙やな。どこかじゃ。はい、ありがとうございました。
に叩いたと。ありがとう。ありがとうございました。イエーイ。